セブンじゃないよ、ファミマでした。これ今日の初食事。こっちでも配信するけど、本命は今ミクチャ。うん、なにこれ。今ミクチャのイベント参加してるので、ぜひそっち応援してください。この後20時からもする予定なので。わお、確かに。まあね、ショールームはずっと言ってるからね。うん、みんなのおかげで今のところ1位です。ずっとやってるからね。あと20時からやるんですけど、なんか動画投稿した方がいいって言われたから動画も投稿したんだよ、ちゃんとミクチャで。結構8時からやる人とか多いから、釣り動画の方がいるし、え、釣り動画って何？ん？この後20時からするよ。今のところみんなのおかげで1位なんですよ。ありがとう、本当に。マジでみんながいないとやっていけないから、マジでいてくれてありがとう。本当に感謝。ただ2位の方ともう1万ポイント差ぐらいで、少ししか差がないから頑張って差を広げたい。なんか知ってる名前がたくさんいて嬉しいんだよね。
これはパン食べてる。これ美味しいんだよ、大好き。で、今日の配信は歌ったりしようと思うので、なんかそれこそ ATB の曲の ATB の曲とか歌えたらいいなって思ってるので、みんな遊びに来て。ね、ミクチャライブってさ iPad でできないのかな。さすがに無理？ね、できそうな気もするよね。ちょっと試してみようと思います。今日のお昼配信は本当に忙しくて無音拝見でしたって。そうだよね、お疲れ様だよ。本当にお疲れ様だよ。ちょっとみくちゃんのあれを見ないと。ミクちゃんのあれないかな、ログインパスワードとか全然覚えてないんだけど。どこだっけ。ちょっとマネージャーさん聞きますね。今聞いてみた。 iPad でさできるのかな。さすがにできないかな、画面がでかすぎるよね。さっき服着替えないと。なんかショールームってますこんな、なんか家みたいな感じだからさ、こんな感じなんですが、みくちゃさんはさちゃんとマジで真剣にやらないと。今日めっちゃ着替えるよ。これ3着目ね。で次も着替えるから4着目。ヨーグルト食べます。写真の撮り方とか動画の撮り方とかめっちゃうまいです。だって本当ですか。
下手くそだと思ってた。写真の撮り方、うん、でも他人、人に撮ってもらうのはうまい、なんていうの、すごいと思うんですけど、自分で撮るの下手くそ。この感じがいいですね。ね、こんな食欲すごいね。だってあのさ、これ初ご飯だから、さっきのパンとこれだけだから。今ごめんなさい、怒って。でも初ご飯なんです、今日一日の。さっきのパンとこれだけです。なんか許してください。そう、一食目ミクチャライブ見るだけでポイントになるの。なんか右上にアイテムがなんかね表示されてるんですけど、その中のアイテムを投げるとすごくいいです。ショールームの変な子が一番いいなって。本当？落ち着く？でもミクチャでもいっぱい探して新しく見せてくださった方とかいるから。この後ミクチャ配信するんだけど、弟が帰ってくるかもしれないんだよね。了解です。本当に皆さんお力をお貸してください。皆さんのお力をお借りしたいです。本当にもうずっとやってる、今日ねずっとやってるくない？割とミクチャ朝からずっとやってる気がするんだけど、そんなことないね。この後も長くやる予定だからずっとやってます。うん、これで疲れが来たらもうすぐ寝ます。勤務がお仕事あるよね、無理しないでください。今日釣りで何回目やって、今日の3回目かな。朝3時間やって、お昼は1時間半くらいやってって感じでした。本当に最終日が怖いよね、すごいことになるな。わあ。うん、3時間もやった。なんか気づいたら3時間経ってたんだよなって感じです。気づいたら、マジで気づいたら。あ、15分経った。じゃあね、あとね9分したらミクチ始まるので、みんな見に来てください。本当に応援お願いします。学校の友達応援してくれてます。ちょっと一旦 iPad でミクチライブできるかちょっとやってみる、確認してみる。それではランキング読みます。13位ゆうまさん、ありがとうございます。12位ジャーキーさん、ありがとうございます。11位キングタヤチさん、ありがとうございます。10位コウさん、ありがとうございます。9位ピンクカメオさん、ありがとうございます。8位カネッチさん、ありがとうございます。7位ジャックさん、ありがとうございます。6位マボロシさん、ありがとうございます。5位オレンジのダッフィーさん、ありがとうございます。4位 WY さん、ありがとうございます。3位ハラチュン、ありがとうございます。
2位六甲山の仙人さん、ありがとうございます。そして1位は総帥さんでした。総帥さんありがとう。総帥さんありがとうございます。ありがとう。ということであと8分後なので皆さんよろしくお願いします。また後ほど見に来てね。バイバイ、ありがとう、またね。